ありがとうとごめんねを繰り返して僕ら。この二つの曲ってややこしいですよね。どうもコロンです。さあ、大宮アルディージャ戦から一日明けました。もう改めて勝ち点3、久しぶりの勝利、本当にもう嬉しいですし、安心しましたし、久しぶりですね。勝利の後、もう本当翌日も気持ちよく迎えることができました。さあ、今回も中ウェブスタジオにお邪魔したんですけれども、サポーターの方々から、この一サポーターにも関わらず、たくさんの差し入れをいただきました。本当にありがとうございます。いただいた差し入れを紹介させていただきます。今回皆さんからいただいた差し入れが、どれ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 これだ。改めまして、このも一サポーターにも関わらず、こんなにたくさんの差し入れをいただきました。ありがとうございます。まずはこちら。いやだ、ちょっとまずいお茶が出てきました。センブリです。苦い味で有名なセンブリです。これもかつて文化祭とかで飲みました。センブリちゃんのセンブリですね。胃にもいいということです。そちらの体調を心配された。じゃあ最近の調子はすこぶるいいんで、ちょっともし胃が厳しくなったら、こちらの方にも頼らせていただきます。そういう様子が見受けられた場合は仕込ませていただきます。いや、仕込ますって何ですか、それは。でもしそういう傾向、そういう傾向が見られたら、見られてからで大丈夫、それは。はい。そしてそのままクレープ、さらにはうまい棒でございます。ありがとうございます。そして明太チーズもんじゃじゃがりこ、これ美味しいんですよね。ありがとうございます。さらには、ちょっとごめんなさい、帰りに、ね、破れてしまいました。サラダせんべい、まあパソコンも使いこなして、普段デスクワークも多く、パソコンいつも使ってるコアロンにということで、マウスパッドです。ありがとうございます。さらにはですね、二階堂ミントの睡魔への挑戦状ということで、目が覚める飴ということですね。ありがとうございます。そしてきました、やっぱりこう熱中症の季節だから、これは本当助かりますね。塩分プラス、なんか塩分プラスと炭酸水一緒に飲むと泡をすごい吹き出せて、なんかやってましたね、よさこいさん、バンキシさんの動画で。そしてコロン好きですね、パクチー好きなんですよ。実はパクチーでは共同にですね、パクチーハウスってお店あるので、ここ結構おすすめです。パクチー好きの人はぜひ行ってみてはいかがでしょうか。パクチースナックです。ありがとうございます。そしてこちらも、そのまんまグレープですね。ありがとうございます。で、これはちょっと、なんでですか。どら焼きです。ダメージを返してください、そしたら、はい、こちらがどら焼きのどらですね。それ珍しいんで、じゃあ食べて。珍しくありません。いやどら焼きのどら全然よくありますよ。そんな見かけたことないです。いや、あるでしょ、どらは。ということで、どら町ですね。どら町、それお願いします。なんですか、失点してます。いやでも勝ってますんで、今回の試合の失点してます。いや、どら焼きはあんこじゃないと嬉しいな。なんでそう切れるんですか、なさってるのに。だから嬉しいです。だからなんで次行くんだよ。マジでちょっと本当になれないよ。まあ、勝ったということなんで、知ってもいただきます。はい、OK です。いや、OK だよ。もう一個あるんで。いや、知ってんだぞ。一袋でしょ。違うぞ。はい、阿部ちゃんです。いや使わないや、そんなとこは。えアピールさせねえよ。おい、なんでだよ。じゃあアピール代。いや、アピール代ってなんでそういうビジネスにしようとしてんだよ。広告枠儲けんなって。無断で広告貼るから。いやだろ、俺の動画でしょ、これは。なんでこいつ出演料払わなくちゃいけないんですか。なんで女性サポート、しかもフロントアレの女性サポートを真似するんですか。いや、そういうことするなら、一回編集が大変になる。ならねえだろ。その広告ですか、それ。食べてー。食べました。周りしっとりでコーティングされたチョコというみたいです。さあ、続いてザルうどんでございます。埼玉県の蓮田ですかね、これ。ザルうどんが有名なんですね。これはちょっとポンピーハウスで一緒に食べたいと思います。ザルうどん、ありがとうございます。美味しそうです。面白い恋人でございます。面白い恋人募集しますよ、これも面白い恋人。ちょっと開けてみます。はい、パッカンパッカン。こちらでございます。かなりサイズも大きめでございます。ちょっとじゃあ一口いただきます。
うん、中身のクリームも程よい甘さ、この食感この甘さは面白い恋人見つかること間違いなし。皆さんも夏は恋愛の季節ですから、恋愛の方もとんがっていきましょう。そしてこちらです、セブンイレブンさんのカップラーメン地域の名店シリーズから、ダダダダもちもちのキーワー、セブンイレブンさんのカップラーメン、これもですね、会社の近くセブンイレブンさんってめちゃくちゃ好きなんですけれども、その中でもこのもちもちのキーは本当に美味しいです。あっさりとした味の中にもですね、こう深みがある。であとメンマがですね、とてもカップラーメンと思えないぐらいすごい美味しいんですよ。もうこれは今から食べるのが楽しみです。ありがとうございます。そしてより果実感が強いんでしょうか、ピュアラルグミ青森さんのリンゴ味、そして神戸さんにもキットカツ、キットカット、そしてロッテさんの塩コレートでございますね。チョコレートディスコ、チョコレートディスコ、こちらもいただきました、ありがとうございます。そして我らが18番石川直弘選手のカードもいただきました、ありがとうございます。皆さん改めまして本当にこんなたくさんの差し入れいただきましてありがとうございました。さあ勝ち点3を手にした FC 東京、次節は13日味の素スタジアムにあのポドルスキー選手を擁するヴィッセル神戸さんを迎えるわけでございます。ポドルスキー選手はもちろんのこと、渡辺一馬選手、アフナーマイク選手、そして中坂選手、ウェスクレイ選手、ニュートン選手、高橋秀人選手も、もう本当に注意しなくてはいけない選手を挙げればキリがありません。ただ前回アウェーの地でですね、1対1の引き分けという結果に終わっております。今こそ決着をつけましょう。そして FC 東京勝ち点3狙って熱く応援していきましょう。それではまた次回の動画スタジアムでお会いしましょう。バイローン。俺たちの東京、バイローン。チャンネル登録がコハロンを熱くする、チャンネル登録を押してくれ、このボタン、ダンダンダン、チャンネル登録。